ルシア・サラーテは世界で最も体重の軽い成人として記録されたメキシコの女性である。サラーテはマジュースキー骨異形成性原発性低身長症2型と確認された最初の人物である。彼女は17歳時点で体重が4.7ポンドで最も体重の軽い成人としてギネスブックに掲載された。彼女の生活したちカサグランデは 博物館として公開されている。ルシア・サラーテは1864年にメキシコ、ベラクルス州産パルロスに生まれた。その後、同州、アゴスタデロに落ち着いた。イギリスの雑誌、ストランド・マガジンの1894年の記事によれば、サラーテは1歳の時までに十分な成長を遂げた。12歳の時にサラーテは記事メキシコからアメリカ合衆国に移ったが、 合衆国で彼女は小さい体育のためにフリークショーで見せ物にされた。オックスフォード大学が1876年に観光した年間の中に数人の医療専門者が行ったサラーテへの往診後の次のような議論が掲載されている。すなわち彼らは彼女が12歳であることをはっきりと実証することができなかった。しかし、 彼女の歯の成長によって彼女が少なくとも6歳で、あることは確認することができた。当時、彼女の身長は20インチあり、彼女のふくらはぎの周囲は4インチあって、平均的な成人男性の親指よりも1インチ大きかった。彼女は、当時、両親と共にいて、そして健康的で知的であることがわかり、母語のスペイン語と共にいくらかの英語を話すことができた。 彼女は最初、妖精姉妹と名打たれた出し物のパートを務めた。後に、フランシス・ジョセフ・フリンと組んで、国際的に講演を行った。1889年に彼女は、ワシントン・ポストに、驚くべき、メキシコの小人と宣伝され、そして、ちっちゃい、しかしながら、大衆を大いに引きつける強力な磁石、と評された。1890年、 サラあテの一座のサーカス列車が、雪のシエラネえバダ山中で立ち往生し、彼女は低体温症で死亡した。ありがとうございます。